はい、今日もあなたと百姓天国、本日は10月の28、土曜日ですね。はい、ということで、はい、映ってますか？映ってますね。はい、今日ね、風が強くてね、そんなことでね、ちょっともう夕方近くなってね、風が強くてあんまり吹かれると、なんか体力の消耗が激しいかなと思ってね、こういう事務作業に徹しようかと思って戻ってきたんですけどもね。はい、何やってるかと言いますと、これね、里芋のね、こういうため置きというかね、はい、そんな感じで業務用、あるいは自分のところのね、お客様用ということで、感じで里芋ね、まあまあの大きさでしょね。まあ例年通り、今年はちょっと小さいかなと思ったんですけど、まあ大丈夫そうですね。はい、問題なかったと思いますね。ある程度ね、やっぱりこうね、大きくないとどうしてもね、はい、ということで、よいしょ、手元映ってます？別にこんな作業だから、別に手元がちゃんと映ってなくても大丈夫そうですよね今日土曜日ね、ようやくあれですよ、やっぱりね、関東にね、行くと、やっぱり1週間かかっちゃうんですよね、体が戻ってくるのがね。ようやく昨日ぐらいから、なんか普通に動けるような感じになってきましたね。うん、いやいやって感じですけど。来週11月はね、芋は、さつまいもと里芋というのね、はい、里芋ね、これからどんどん掘っていきますんでね、もし単品でね、欲しい方はね、いくらにしますかね、うん、まあ8キロから10キロで、まあ、1セット4000円ぐらいですか。10キロで4000円で高いですか、安いですかね。まあそれで欲しい方はね、注文いただければと思います。11月入ってからね、ぼちぼち掘り上げてきますので、11月入ってから連絡いただけるとね、里芋美味しいですよ。今年はそこそこね、量を作ったと思いますんでね、はい、ガンガン出していかないといけないですからね。送料込み4000円で10キロ、キロ400円だったらそんなに高くないでしょう。ね、いい里芋でしょ。ね、はい。冬場はね、単品は里芋、あとは人参ですかね。はい、大体揃うのはね。はあ、ああ眠い。今日みたいなね、なんかこういう、なんかちょっと風が強くて、ちょっとなんかしんどいなっていう時にね、こういう事務作業とか、あとはね、ラジオの録音とかね、まあやることいっぱいありますんでね、こうやって、やりながらでもね、事務局の人とかから LINE でね、連絡来たりとか、それでね、こうやって講座のこととかね、しょっちゅうしょっちゅうこう行ったりや、ね、お互い皆さんね、休み返上してこうやってやってるんですよ、ね、なかなか忙しいですよね。はい、私はまあもうね、休みはないんですけど、事務局の人たちなんかはね、本当に普通の人たちなのでね、普通の人って言ったらあれですけどねはい、だから僕とこうやっていくのはね、大変だと思いますけどね、私24時間ね、いついかになる時でもって感じなんで美味しそうだな、里芋ね。まだ僕もう食べてないんでね、はい、
2023年ですよね。来年が2024でしょ。早いね。本当にね、皆さんあれですよ、あっという間にね、あっという間にじじいになりますから特に農業はね、1年っていうスパンでしょ、1年っていうサイクルなので、結局なんかまごまごしてたら 2,3 年で経っちゃうんですよね。本当にね、だから農業ってね、意外とね、もちろんこうね、なんて言ったらいいのかな、こう準備したりね、いろいろこうやらなきゃいけない仕事なのでね、例えば研修に行ったり、それから独立してどうのこうのとかね、やってたらあっという間に10年なんか経っちゃうんですよ。なのでね、まあ僕はいろんな人見ててそうなんですけど、なんか実験とか称してね、なんかそういう新しい農法なのか何か使いたい有機資材か知りませんけど、それでこうなんかね、最初はゆっくり土作りをみたいなことをやってる人で成功した人ってまあいないですね。はいそういうことをやっている場合ではないんですよ。もう一気に1年目からね、バンバン作ってバンバン売っていかなきゃいけないんです。はい、それぐらいこうなんていうのかな、焦ってやったって、あっという間にね、予定通りいかなかったり、結局計画なんてね、立てたところでその通りいくことなんかないわけですよね。なので、自分の思う通りになんかいかないんですから、農業は絶対にね。だから他のね、産業とか事業は知りませんけど、農業だけは本当に思うようになりませんからね。はい、なのでね、もうこうなんていうんですか、しゃかり気になって、特に最初はね、スタートダッシュってすごく大事なんですよ、農業の場合はね。だからね、私今この新規収納5度目でその2年目をやってるわけですね。だからこの最初の1年2年3年がやっぱりしんどいですよね。1年2年3年ぐらいがちょいとやっぱりね、しんどい。だけどそれを乗り切ればね、まあ10年経てばもう安泰の時期に入ってくるんですよ。なのでね、最初の3年から5年踏ん張っていけばね、そこを乗り切っていけば、いろんなことがね、もう分かりますからね、その地域でのやり方とかね。逆に言うと10年もやれば飽きてしまいますよ、本当に冗談じゃなくね。僕はそうでしたからね、なんかもうやることがないなと思ってね。でカフェ出したりねしてみたんですけど、まあまあまあっていう感じですよね。まあ皆さんね、自分の好きなような営農スタイルでね、貫いてほしいなとは思いますけれども、よいしょ。里芋やったら今度さつまいもね、メインはねさつまいもなので、また来週ねこれ掘らんといかんですね。ちょっと試し掘りで掘っただけなんでね、まだまだ掘らないといけないですね。はい、こんなとりあえずこんな感じでいいかな。で里芋は OK、 次さつまいもね、よいしょ、よいしょ。さつまいもはね、第一章をうまく組み合わせるのがちょっと難しいですね。よいしょ、こういうね、なんていうの、小さいのとかをうまくね、これも出荷していかないと、こういう大きいのばっかだとね、あれですんでね、何言ってるかわからないと思いますけど。
ね、こういう大きいやつはこれはこれでいいんですけど、こればっかりだとね、なんか芸がないというかね。だから大小うまく組み合わせるのがね、ここが一つポイントでしてね。まあうちはほら節野菜ですから、そんなにねこうなんていうんですか、気にしなくてもいいといったらあれですけど、こういう大きいのが入ればね、あの個人のご家庭なんでね、あのこういう小さいやつでも炊飯器とかでね、そのまんまやってもらえれば全然問題ないですよね。で今うちは1軒分がさつまいもは 700g ぐらい入れてますね。昔は500とかねだったんですけど、さつまいもはちょっと量があった方がいいのかなっていうね、はい、今600ぐらいですよね。意外とこういうのもね、小さいのもね使えるんですよ、はい。こういうね、農業ってね、こういう地味な作業をねずっとこうやってね、一人でね暗くやるっていうそういう仕事でしてね、はい。まあでも僕は全然ね苦じゃないし、ラジオでも聞きながらねこういう作業、実はついさっきまでね YouTube でねあのラジオ聞きながらやってたんですけど、そういうのがね、だから僕もあのラジオあの配信してますけど、あのそんな感じでね聞いてもらえるようなね風にしてもらえると嬉しいなと思うんですけどもね。まあ最終的にこのね YouTube は一体どういう風にしていくのかって全然ねなんか落としどころがよくわからないんですけど、だらだらとね、なんか何のあれもなくやっておりますがね、結構ね僕の場合はこんなね1万人ぐらいしか行ってない本当に弱小チャンネルですけど、あの熱心にね多分オーガニック農家さんなのかね、熱心に見てくださってる方がねいらっしゃるのでね、頑張って続けてね、まあ参考になればと思ってね、まあやっておりますが、ただ今後ねちょっとどうなるか、まあもちろんやめませんけど、ちょっとこんなにこうなんていうか、まあ今はまだねこうやってこう細かく配信でしてますけどね、今関東と行ったり来たりしてるこの生活がねどんな感じにこうなっていくのかっていうのはね、ちょいとまだ読めない部分がありますんで、来年はねだからもしかしたら2ヶ月に1回とかかなと思ったら、いやできれば毎月来てほしいっていうようなね、はい、まあだからそうかと思ってね、まあいろいろですよ、いろいろねやらなきゃいけないことが山ほどございまして、さつまいもはでもねもう9月から9、10、11と3ヶ月間入りますからね、ちょっともしかしたらお客さん飽きてる感じはしないでもないので、あんまりね調子乗って入れているとねどうかなって感じなんですよね。まあでもこうやってね、自分のペースでね仕事ができるっていうこの自営業は皆さんいいですよ、ね、これが農業のほぼ唯一の良さって言ったらあれですけどね、僕が農業を超えなく愛するのはこの辺ですね、全部24時間自分のペースでね、あもう風が吹いてきてなんかしんどいなとか足が痛いなと思ったらね、こうやって、自分のこういういろんなやりようによっていろんな仕事をね、僕は基本的に午前と午後と午後とで同じ仕事はしないんですよね、飽きちゃうからね、そういうふうにして僕は自分をこうやってうまくねモチベーションを失わないようにこうやってずっとやってるんですよね。
だからやっててね、なんか面白い仕事、面白くない仕事はね、皆さんやめた方がいいですよ本当に。うん、何をやっていた、その仕事をやろうがやる前がね、あなたの人生のその時間なの間違いないでしょ。だからなんかね、費用対効果とか、よくなんかコスパが悪いとかってよく言ったりするじゃないですか。正直言ってね、何言ってんだと思いません？コスパがいいとか悪いとかね、それは条件闘争でしょ、ね、相手からこうなんかね、そのなんか会社か何か知りませんけど、うまくこういい条件を引き出そうとかね、いやいや、それやってもいいですけど、それもやろうがやる前があなたの人生の大事な時間じゃないですか。だからそもそもね、そもそもそんな、なんていうのかな、人様から給料もらっといて、そういうことを考えたりやったりするっていうのは、僕から言わせると滑稽ですよ、ね。やりたいことやりたいんだったら自分でやればいいだけのことでしょ、ね、何の問題もないですよ。と僕はそんなようなことを考えているんですけどね、皆さんどう思われますか？だから僕はね、人から給料をいただくということになったら、どういった契約であろうがですよ、それはある程度いろんなことを我慢せんといかんですよ。うん、そんなね、思い通りになんかなるわけがないじゃん。うん、なったらあかんと思いますしね。それはいろんなことを、だから性だか合わせ飲まなきゃ無理でしょ。うん、で本当にやりたいことやるんだったら、ね、自分の何らかのそのスタイルを貫きたいとかって言ったら、自分でやればいいだけのことなんですよ。でそういうこうなんかね、原則がこう、僕は当たり前だと思ってずっとこうやって自分でやってきましたけど、どうもね、うん、人様から給料をいただいた上で、なんか条件を良くしようとか、そういうなんか厚かましい感じがね、僕はあんまりそういうのは好きじゃないんですけど、だったら最初から自分でやればいいじゃんっていうね、そんなにあなた世の中甘くないじゃないですかとかって僕は思うんですけど、どうですか？そういうこと言ったらやっぱりあれだろ、なんか百姓農園さんはやっぱり分かってないなって話になるわけ、まあいいですけどね。僕は何であろうが自分のね、雇われようが自分でやろうが何しようが、24時間のこの自分の時間を無駄にしたくないというだけのことでしてね、うん、それもだって自分の人生じゃないですか、というふうに思うんですけど、皆さんはいかがですか。これ今こうやってピロピロ来てるのは大体事務局の方なんですけど、ね、こうやっていろんなことをこうやってやっとるわけです。よいしょ、これであれで、で業務用を今から作らなきゃいけないですね。はい。よいしょ。よっこらせ。はい。よいしょ。業務用は重さが違うんですね。11号で 500g ぐらいか。そうすると、よいしょ、よっこらせ。はい、こんな感じでね、500で、450かぐらいか。はいはいはい、この撮影終わったらこの撮影終わったら返事します。ちょっと少ないかね。業務用ね、自然食品店さんに送るやつですね。はい、ね、売り先を持つっていうことがね、本当に大事なんですよ皆さんね。売り先をもちゃんと持つ、ね、だからやっぱりこのそういうふうにね、本当にね、野菜売るって結構それは簡単じゃないですけど、ちゃんとしたところにね、ちゃんと出せばちゃんと売れるんですよ、ね、今取引させてもらってるところはね、
5年10年とかじゃなくて数十年っていう単位でもうしっかりとね地元密着でお客様をとねコミュニケーションを取ってやってるところでいらっしゃるので、僕としても非常にこうなんか安心して出せるんですよね。そのいわゆるこうなんかクレームのようなものってもちろんそんな変なものは僕ももちろん出しませんけど、なんかねオーガニック野菜ということでもって本当にこう買ってくださってるので僕としてはね本当にありがたいというかね、しっかりとペイする金額でもって僕は買ってもらっていてね、だからそういうこう多分観光栽培の人が聞いたら腰を抜かすようなねオーガニックのそのお値段なんですけどね、そういう意味ではある程度やっぱりそうやって売るというところをねしっかりと固めないといけないわけですけどもね、はい、これでそういう風じゃないと僕らはねやっぱりなかなかやっていくことは難しいですからね、自分の顧客を持ちつつなおかつ売り先もねこうやってキープしつつっていうのはねなかなか言うほど簡単ではありませんから、ね、だいたい皆さん作っても売るところがないとかそういう話になるわけでしょ、どうしてもね。これはまあそうだとは思いますよ、難しいところですよそれは。ね、はい、こんな感じでね地味な作業をしてるわけですでもね僕はこうやってね一人でこうやって黙々とやる作業もね全然嫌いじゃないですね、はい、こうやって僕はずっと地道にね、やってきてますね。こうやってなんかね別にね喋らなくてもいいしね、だから百姓農園さんいつもあんなベラベラ喋ってって思ってるかもしれないですけど、基本的にはね一日こうやって作業してるときに今日なんか研修生も来てないしずっとね誰にも会わずにこういうね倉庫で今日はトラクター乗ったりしますけど、さっき種まいたりねターサイ植え付けたりしたでしょね。こうやって僕は撮影の時に喋る以外は一切喋ってないし誰とも今日会ってないですからね、はい、こよなくね、孤独とそして寡黙を愛する男、それが百姓農園でございますよ。皆さん勘違いなさらないでくださいね、うん、エドリアンエドリアンエドリアン、はい、ということで今日はねちょっと風が強くて外寒くて皆さん風邪ひかないでくださいね。急激なね温度でね結構風邪ひきがちになりますんでね、はいはい、ということで今日は地道にねこんな出荷作業ね袋詰めをしている百姓農園の動画でございました。はい、それではまた。